改めまして AKB48 チーム K の近野里奈です。私の抱負はですね、おみくじを引いた際に48番の大吉が出たので縁起がいいなと思ったので、今年は縁起の年にしたいなと思います。はい、 AKB48 チーム K の宮崎美穂です。今年1年は、ドキドキを、よりいっぱいたくさん味わいたい年にしたいと思います。よろしくお願いします。NMB48 チーム N と AKB48 チーム B の渡辺美幸です。20歳になったんですけども、私はまだまだお子ちゃまだなって思うので、たくさんいろんな経験をして、すごい毎日日々学んでいきたいなと思います。そして NMB48 をもっともっとみんなに知ってもらえるようにアピールしていきたいと思います。 NMB48 チーム N の今本さやかです。20歳になって大人の仲間入りをしたということなので、お仕事の幅も広がるかなと思いますので、今年はさらにいろんなジャンルのお仕事に挑戦したいなと思います。そしてもっと全国な人間になれたらなと思います。よろしくお願いします。 AKB48 チーム A の渡辺真由です。今年は勢いのある1年にしたいなと思っています。まゆゆすごい来てるなと皆さんに思っていただけるように今年も1年頑張りたいと思います。よろしくお願いします。チーム B の島崎遥です。今年は、島崎遥として個人として、たくさんの視野というか世界観を広げていきたいなと思っています。今年もよろしくお願いします。 AKB48 梅田チーム B の石田遥です。20歳になったということなので、本当にたくさんいろんな経験をしたいなと思っています。お仕事の面でもたくさんのことを学んで、これからも飛躍の一年にできたらなと思っています。よろしくお願いします。 AKB48 チーム B のレイヤーこと藤井玲奈です。最近は若手の子がすごくグイグイ来てると思うんですが、今年大島優子ちゃんが卒業を発表したので、私たちの世代が引っ張っていかなきゃいけないなっていうふうにも思っていますし、思っています。で、あとですね、私個人的に、2年前あっちゃんが赤の振袖を着ていて、去年サッシーが赤の振袖を着ていて、今年は何人かいるんですけど、私も赤を着させてもらえたので、そのことを覆せるように、20歳素敵な年にしたいなと思います。頑張ります。よろしくお願いします。 AKB48 チーム K の内田真由美です。私は今月末に初めて書いた短編小説を出版させていただくことになったので、作家としての活動も頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、 SKE48 チーム K2 の松本里奈です。20歳の大人になっているということで、セクシーさと色気をどんどん出していけたらいいなと思います。よろしくお願いします。 SKE48 チーム S のリーちゃんことアビルリホです。今年は20歳になったということで、私自身も前へ確実に進める1年にしたいと思います。よろしくお願いします。 AKB48 チーム A の佐藤すみれです。私は可愛げのある大人になりたいです。やっぱり AKB48 に入っているうちはアイドルとして、たくさんのファンの皆さんに嬉しい報告と笑顔をたくさん届けられたらいいなと思います。よろしくお願いします。 AKB48 チーム A のあゆりこと菊池彩香です。私は2013年はすごく充実していた1年なので、2014年も、充実に、怪我もなく平和に行けたらいいなと思います。よろしくお願いします。 AKB48 大島チーム K の長尾マリアです。私は大雑把にいい女になることです。今年1年ではなく、これから20歳として、これからずっと改めていきたいと思います。よろしくお願いします。 AKB48 ブラチーム B の中村真理子です。19歳の時に MC だったりたくさんのチャンスをいただいたので、今年もそのチャンスを生かしつつ、中村真理子という枠組みを作っていけるような存在になりたいなと思います。よろしくお願いします。はい、AKB48 チーム B のリアリンと、あと NMB48 チーム L のリアリンこと市川みよりです。はい、すいません、ですね、
世界にスマイルレモンファンタジーをお届けしていける一年にしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、AKB48 チーム系の鈴木しほりです。私の理想の女性像が卒業生の秋元さやかさんなので、秋元さやかさんのようなかっこいい素敵な女性になれたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、 NMB48 チーム M の村上彩香です。私は小さい頃から情報番組などに出られる人になりたいという夢があるので、今年は知性と教養を身につけて素敵な大人の女性になりたいのと、欲がないとよく言われるので貪欲に行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、 NMB48 チーム M のゆいぽんこと高野ゆいです。昨年は NMB48 として選抜メンバーにずっと選んでいただいていたので、今年も20歳も選抜メンバーに選んでいただくのと、そして個人としてのお仕事を何か一つできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、チーム NMB48 チーム M キャプテン島井奈こと島田玲奈です。私はいつも去年からずっと噛み続けてきたので、今年はあんまりいいところで噛まないように余裕のある大人の女性になりたいと思います。よろしくお願いします。NMB48 チーム N の山口由紀です。私は自分をさらけ出すことが少し苦手なので、自分をさらけ出してたくさんの人に私のことを知ってもらうことと、やっぱり大人になるということで自分のことは全部自分でできるように早起きも得意になりたいと思います。よろしくお願いします。はい、 SK48 チーム E の木下ゆっこです。そうですね、最近ファンの方にもうゆっこは SK の中でも古株になったねと言われるんですけれども、まだまだいけるとこまで行きたいと思っていますので、自分の発言に責任を持って素敵なかっこいい女性になりたいと思います。よろしくお願いします。 SK48 の高木ゆまなです。20歳になって成人式を迎えて、周りの人から頼れる人と思われるようにしたいと思います。はい、SKE48 チーム K2 の竹内舞です。私は美少女戦士みたいになりたいです。ですね、美少女戦士みたいにキラキラしててかっこよくてどんどん進化していけるような人になりたいです。よろしくお願いします。はい、SKE48 チーム E の木戸桃奈です。20歳になったからといって頑張りすぎず、いつもみたいな、変わらないものなので今年も頑張りたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、 SK48 研究生の犬塚あすなです。私は去年からずっとダイエットをしているんですが、なかなか食の誘惑に負けてしまって進まなかったので、今年こそはダイエットして綺麗になりたいと思います。よろしくお願いします。